こんにちは、ロンパクチャンネルです。ロンです。おじさんです。今回は千葉旅2回目トレーラーハウスロントヤードさんに泊まってきました。1日2組限定のお宿です。ご覧ください。美味しかったね、あのアイス。パクちゃん広いね。あ、すごい広い。今日泊まるお部屋。あ、食うんじゃないよ。ちょっと待って、荷物下ろしてもらってるから。うんちはね、うんちボックスね。こら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 。ロンタも行かないよ。アロハの音楽が聞こえるね。アロハガーデンの音じゃない。ああ。はい、じゃあどうしますか。じゃあまず遊んでちょうだい。まず遊びますか、うん、まず遊ぼう。ここでバーベキューができるのか、うん、あったかければ朝ね、ここで食べて、ね、あー、そうだね。決めてごらん。あなたも降りれんの？すごい。小倉さん来るんだって。すごい登るんだけど。あやくちゃん。はい。やっぱりこのドッグランが貸切です。プライベートドッグランだから。お宿は2つ。トレーラータイプとコンテナタイプ。1日2組限定です。こっちの方がやっぱりちょっとね、ちっちゃめ。これでちょっと広め。今回はこっちにしました。こっちもおしゃれだね。あれモグラだって、モグラの穴だって。またもうそこなんかあんの。いやいや。来たの。じゃあ来たのこっちに。開け。夜も寒くなければランできるってや。俺ん時走んないくせに。俺ん時走んないくせに。お晩です。愛し恋師匠。今日はフロントヤードさんに泊まりに来ました。コンテナだね。下浮いてるもんこれ。よいしょ、うん、プライベートドッグラン。そう、プライベートドッグラン。さっき遊んだけどね。うん、アメリカン。どっこいしょ。かわいい。では靴は脱いで。土足厳禁です。まずはベッドルーム。はい、ベッドルーム。ワンちゃんは寝れません。僕がここで一人で寝ます。2階がロフトなんだけど、ロフトはねワンちゃん上がっちゃいけないので、ちょっと上がる、おばさんが解説します。これ子供が好きなやつだ、かわいい。カーペットだからね。これはもう子供が来たらここで寝る、間違いない。よいしょ。トイレ、お手洗いも普通だね。うん、お家のトイレと変わんない。洗面台もかわいい。トイレットペーパーたくさん使うと詰まっちゃうよ、うん、って言ってたね。お風呂やっぱ小さめのお風呂、ね、うん、近くの温泉があるんだよね。そして冷蔵庫、この子たち入っちゃうからね、うん、そこドアしとこう。キッチン、キッチン、電子レンジ IH 同時には使わないでくださいと。炊飯器、炊飯器まである。お鍋とかここにあるって言ってた。食器類あるのかな。ある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 。菜箸しかない。あった、ナイフとフォーク。お箸はないのかな。ナイフとフォーク、うん、これがあれば食べられるからね。シンクもさ、ちょっと違うけど十分だね、うん、かわいい。トイレとテレビあんじゃん。あるね。ね、ソファ。ここで寝ようかな。ここで寝袋でめっちゃいい。じゃあ解き放つ。ワンちゃんのアメニティすごいね。人間のはないんだよね。おじいちゃんかわいい。探検してる。いい感じ。はい、千葉特ペイ入れました。全国旅行支援だとクーポンが2000円、2000円、2000円、うん、
で、千葉県独自の観光需要喚起施策として1人1泊5000以上の宿泊者を対象に宿泊日順で先着100万人に地域限定クーポンに2000円を上乗せして配布します。4000円とすごいね。2人合わせて8000円。これは知らなかったな。知らなかったね、うん、見てみたら倍でしたって感じ。そう、今日明日しか使えないので2日間で使い切ると。あーね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 ー、ほらお雲が日が暮れてきた。これから夜ご飯を買いに行きます。雲が厚いね。いただいた8000円で贅沢しよう。今日の夜ご飯、大和寿司さん。クーポンがジャブジャブなもので使えるところで使わないと使い切れないので、おばさんが今紙に黙々と書いてます。細いですね。ペチ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 、はい、帰ってきた。はい、ご飯の時間です。パクチョ友情。なんかうまくいかないな。やっぱあれは記念日じゃないといかないんだな。はい、いただこちらさま、はい、もうおっしゃ。はい、私は今から温泉に、近くにねホテルがあって、そこの温泉があるのでそこに行っていきたいと思います。こちらが天の風さん。車で3分ぐらい、歩いても10分ぐらいかな。日帰り入浴が1000円。立山温泉、千里の風。お風呂に入りたいと思います。いいお湯でした。じゃあ帰ります。ありがとうございました。ブーンがなくなってきました。大和寿司さんで買ったお寿司、結構大きめのお寿司。時はやカニ中心、時はコロッケ、時はメンチ、時はで、うん、どこから。テーブルで正解だな、アクちゃんが。もう一本ぐらい買っとけばよかったな。いただきます。乾杯。何違う。中トロ、鮮魚三貫、カンパチ、カニ、エビマヨ、牛肉っていうやつなんだけど、ハンバーグみたい。これアナゴ。アナゴ。じゃあこれは中トロから。うん。うんふん。やっぱ一貫130円のスシローとは違うな。こういうところが違うの？三貫だから。全部ハマチに見える。見えるね。結構モリモリだね。500円ぐらいするもんね。ママ、うん、4341円。そこから美味しい。1個470円だよ。だっけ。でもカニの味あんましないね。そこから美味しい。ここからバカ食ってんな。フグから食べようと思ったけどもうなくなっちゃってた。めっちゃいい匂いしてるのこれ。立山はね、キャリが 1.5 倍ぐらいなお寿司が有名なんですよ。でもそんなには大きくないよ。だから大和寿司はどっちかというと違うんだって。江戸前に近いよ。うんうん、炙りイワシ。スーパー。肉はいいアクセントになる。イワシ美味しい。オリジナルメンチ。うんうんうん。ね、行事しないでそんな。イクラとかも買うのかな。なんで？イクラ好きなの？うん。愛犬がテチテチしながらご飯を食べる。日本酒って割ることあんの？あるじゃん。だって日本酒お湯割りあるじゃん。ソーダ割りとか。今日の感想。今日は何にもできなかった。道も混んでた。でもね、あのビーガンのね。美味しかったね、あそこ、ね。あんなにおかずがたくさんついて。どれも美味しかったね。うん。でしかもワンコは店内 OK だからね。これはまさに。お茶ちゃんね。これも大和寿司。まさにあれですな、回転寿司のお茶ですな。誰もガリを食べる。私ガリ苦手。無着色ガリを使ってるね。昔はピンクしかなかったけど。ピンクのガリ見ない、うん、これさ、移動できるんでしょ、トレーラーハウスだから、うんね、アメリカ人はすごいこと考えるね。抱っこする？おいで、アクちゃん抱っこ。はい、日本のマンションだとこんなもんだから 1L、うんうん、こんなんだろうね。近くにそんなに飲食店はないんで用意して。でもセブンイレブンは割とね、あっちに小豆屋もあるし。
あとさ、全面に窓があるからすごいね。四方八方窓だらけだからカーテンするの大変だった、誰も見れねえかな。寒いかなと思ってさ、閉めたかったんだけどさ、大変だった。でカーターね、窓全開で帰んないんだけどね。窓開けらんねえな、開け方がわかんない。おしゃれ窓がさ、あ、開いた開いた、もう開く状態だな、これが。あ、そうなんだ。逆だわ、変に動かすと開かなくなる。あ、そうなんだ。寒いよ。そんな寒くないの。本当はアロハガーデン立山行きたかったんだけど、鳥インフルの影響で当面の間ワンちゃんご入場ご遠慮くださいだった。多分シビアなんだよ、相当。あの鳥インフルエンザって。はい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 、え、はい、ヨネダ2000、流行りを取り入れるロンパクチャンネル。うざいね、迷惑だね。ごちそうさまでした、全部いただきました。誰も使ってねえな。いがんでる、うん、こんな感じだ。まあまあ明るいね。カメラだとちょっと暗いけど、まあまあ明るく感じるね、うん、あの隅々まで光行くね。行くね、全然行く行く、ランできるよこれなら。そうだから夏場とかもいいね。うん、意外に光量ある。星は見えないね、今日は。星が見えない冬なのに残念だね。10時までって言ったかな、ドッグランの利用は、うん、寝る前にお外に出すことできるからいいね。ガリで一杯、もう飲んべえじゃん、ガリで一杯って。トキワ屋さんのドーナツ。デザートがってないな。だから半分でくする。おいしい。じゃあチョコのところあげる、これ、はい。スーパーとかのドーナツの味。ドーナツはね、ミスドだけ味が違うよ。個人のパン屋さんもこういう味だもんね。ミスドだけ超美味しい。コンビニも勝てなかったからな、セブンイレブンでさえ。もうすぐ9時か。なんだで、時が経つのは早いもんだね。ね、ここにも俺この聖書入ってんのかな。入ってない。あくちゃん、あく、あくちゃん、ほら、てんくん声がするよ。あくちゃん、ん、どこから、あれ、あくちゃん、あく、こっち、あくちゃん、あれ、あく、どこかな、あく、あくちゃん、だっこ、だっこ、あくあくちゃん、あく、あく、あく、こっち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 、あくちゃん、あく、あくちゃん、あ、ほら、わかった、目があった。あら、あくちゃん、ござってはーってなんだよ、見つけたら見つけたで何そのはーって顔はーって顔だよ、なんでそこ。あやくちゃん、あやくちゃん、はーい、はーい、よいしょ、再会した、再会しました、再会した、楽しいね。夏はね、ロフトは上暑いけど、皆さんも騙し合ってみてください。はぁって顔されて、結論はぁ見ましょうか、ね、お風呂もちょっと入るから、お風呂も、ね、お風呂入って見てもらおう、見ましょう ね、 ね、なんかあるよね、こういうやつ、ご飯ってワンチャンス。なんかさ、あれさ、犬もいいらしいよ。ワンってやつ。あとワン。ロンタがボケないよ。いや、あれマッサージだからさ。マッサージか。うん。ティン君は一人で温泉行ったけど、お湯を張りました。ボディーソープだけ、タオルもないし、アメニティは人間用のはないので、ドライヤーだけある。お風呂に入ります。はい、いいお湯でした。湯船はちっちゃいけど、意外とゆっくり。力持ちだよ、ルンちゃん。待っててくれた。ありがとね。
起きたら朝ですね。6時ちょっとやっぱ濡れてるみたいで、うん、ウッドデッキはね結構びしょびしょっていう感じ、雨降ったのっていう感じよね。撮影がすごいって言ってたからね、うん、で、ね、寝れました、ちゃんとちょっと見に行ったりしてたね、うん、この後は朝ごはんですな、準備しましょう。改めておはようございます。朝ごはん昨日スーパーで買ったガーリック、フライドオニオンって書いてあったと思った。いや、フライドオニオンオマールエビのグラタンパンと塩バターロール、いただきます。すんごい鳥の声する。コーヒーも入れました、インスタントコーヒー、うん、私は持ってきたお紅茶、飲み物も何かあるわけじゃないから自分で何か持ってこないと。グラタンパン、なんか上に乗ってるだけかと思ったら中になんか入ってる、これいい匂いだから寄ってくる。うまっ、おいしい。冬以外はデッキで食べてもいいね、うん、そんな寒くないんじゃないの今、どんなんだろう、まあまあ寒い。変わっても冬です。いい子にしてもらおう作戦でしょ。いい子にして、いい子にお座りしてもらおう作戦。ハクちゃんはね、すぐねお座りするんだよね、欲しいと。ロンタはね、ちょっとお座り忘れていましたね。でもこれは食べられない。塩バターロールフジパン、違う、ネオバターロールフジパンです。ネオだよ、ネオ。美味しい、バターの香りすごい。これ食べられそうだなと思ってんでしょ。これプレーンのパンじゃねって思ってんでしょ。これはバターもお塩も、あら、バターもお塩もだからね。ご飯あるからちょっと待ってて。いや、朝ごはんだね。お日様がすごい出てきた。お日様あっちだよ。ひっかり、ごちそうさまでした。あんちゃんはこれからね、お座り、お座り、お手、ハクちゃんお手、ハクちゃん、あれハクちゃんお手が、はい、はい、どうぞ、はい、どうぞ。あら、ダメでしょ、こら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 、ダメでしょ、人に取んない。ハクちゃんそれ何、鼻ひん曲がってるけど。ちょっとドッグランの様子を見てみよう。ワンダフル、いい天気。はい、ベチャベチャ。梅雨がすごいですな。鳥が飛んでる、癒されるわ。誰かが覗いている。誰だこの子は。この子は誰だ。窓を開けて、おー、よいしょー、寒いね、ルンチ、うん、チェックアウトです。チェックアウトは特に何もせず、鍵だけここに置いて、窓を全部開けて、カーテン開けて、お手続きはございません。ワンちゃん代もチェックインの時に払ってます。フロントヤードさん、お世話になりました、ありがとうございました。じゃあこれから砂丘に向かいましょう。レッツゴー。ここは連泊してもいいね。よし、じゃあ行こうか。菜の花、いかがだったでしょうか。フロントヤードさんです。基本的には、プランは1個しかなくて、もう素泊まりのみ、ご飯はご用意ください。ナイス。ドッグランがね、大きかったよね、あれはね。プライベートドッグランとしては過去最大の大きさでした。多分東京ドーム 0.0001 個分ぐらい。ちっちゃく見えてダメじゃんそれ。ハクちゃん1万匹分ぐらい。夜も照明もありましたし、中もおしゃれでしたし、本当に言うことないね。食事だけしっかり探してもらえれば。アロハガーデン立山の真向かい、徒歩圏内ぐらい近かったよね、うん、で温泉もホテルか、うん、温泉だけ1000円で入れる。お寿司屋さんとかもね、テイクアウトできるお店があるんで、定休日と重なっちゃったんで、今回はチェーン店にしました。個人店のお寿司屋さんのテイクアウトもいいと思います。日を抑えたい人はスーパーもね、歩く途中にそんなに遠くないところにおど屋さんがいろいろと楽しめる。お値段もお安かったので、
8000円ぐらいだ。全国旅行支援だったけど、その割引分が上限にいかなかったから、素泊まりなんで。だから一泊分もらっちゃった感じだよね、クーポン。夏はね、星が綺麗ですよ。ワンちゃんと行くのに本当に最高。というわけで、今までとはちょっと趣向の違ったお宿でございます、うん、めっちゃおしゃれだから。映え宿、次は山登りです。また次回も見てくださいね。じゃんけんパン。これは果たしてグーかパーかどっちだ。ワンちゃん、これグーパー。コメントグッドボタンいただけるとおばさんの励みになります。バイバーイ。